東東株式会社は、福岡県北九州市小倉北区に本社を置く、衛星陶器をはじめとする、住宅設備機器などの製造販売を行うメーカーで、ある。東東とは、創業時の社名、東洋陶器の略である。森村グループの一員。東京証券取引所、第一部上場。 日経平均株価採用銘柄。現在の企業スローガンは、明日を違う毎日に。東東危器機時代に生産した多目的トイレ。これらの取り組みにより、2006年にバリアフリー化推進功労者内閣総理大臣表彰を受賞日本では、トイレ、洗面器などの衛生陶器で約6割のシェアがあり、第1位である。 ユニットバスは TOTO が最初に発売したものである。技術面では、ウォシュレットの他にも、便器の汚れを効果的に落とす、トルネード洗浄、防濃技術の、セフヨンテクと、お湯が冷めにくい、魔法瓶浴槽など、意欲的に取り組み、各賞受賞商品も数多い。バリアフリーや、ユニバーサルデザインについての意識は、国内企業の中でも高く、様々な商品を投入するとと,ともに、 ウェブサイト上でも広く展開をしている。また、障害者雇用のために、北九州市などと共同で、第三セクターの子会社三悪アクア等々を設立して、社会進出の手助けも行っている。リモデル事業にも取り組み、この分野では、大健工業、YKKAP の両社と提携しており、三社共同の、ショールームもある。ライバルであるイナックスがトステムと経営統合して、 住生活グループとなったことに対抗したものである。主な市場は日本、そして米国、中国。日本は天気豊富況により販売状況が思わしくないことからアジア、欧州への販売を強化している。ショールームは全国に104カ所ある。出版部門を持っており、建築関連の書籍を多数発行する、行っている。他、少数だが、 水回りのネタを扱った漫画も発行していた。東京、青山には、ギャラリー、ま、東京、大阪、福岡には、東東テクニカルセンターがある。穴の初期推薦和風便器東洋陶器時代の C63、英和風量用便器日本陶器合名会社の製陶研究所が母体となり、1917年に東洋陶器株式会社として設立され、 森村財閥の一角を担った。豊富な石炭を産出する筑豊丹田に近いなど、原料の調達に有利な福岡県菊群に本拠地を置き、現在に至る。初めて水泉弁器の本格的国産化を実現したのも同社である。なお、創業から1960年代までは、食器も製造していた。特に、瑠璃色の色付け技術を得意としていた。 現在のロゴマークの色はこのルリー色を採用している。1904年の日本陶器合名会社の創立に、際しては森村一左衛門とその議定である大倉孫兵衛、孫兵衛の長男の長男、和地からが出資者となり、大倉和地下が初代代表社員となった。大倉和地は、この前年の1903年に、製陶技術の視察のために投しており、この時に、 衛星陶器の知識を得て製造に関心を持ったとされる。洋風建築の増加に伴って衛星陶器の需要が増えたことから、1911年に東京高等工業学校教授の平野光介が投する際、ヨーロッパにおける衛星陶器の実情調査を依頼している。この結果などを受けて翌年1月に大倉孫兵和診の資材10万円によって、 日本陶器社内に製陶研究所が設立され、衛生陶器製造の研究が始まった。高質陶器室の衛生陶器を生産するため、1913年から1916年にかけて、手洗い機、洗面器類が6541個、水洗式の大便器が1432個、同じく小便器が1249個も試作された。 試験販売の結果が好評だったことを受けて、大倉和地下は事業化を決定し、福岡県菊群板別村に約17万平方メートルの土地を購入して、工場を建設した。この地を選んだのは、など、主に運送面での利点が大きかったためとされる。衛星陶器の製造を行う新会社、東洋陶器株式会社の設立に先立って、 1916年5月1日に日本陶器の小倉工場という名目で工場の建設が始まった。当初より新会社の工場となる予定であり、翌年1月1日に低組織が行われている。森村や大倉家など森村組の関係者が出資して、東洋陶器は1917年5月15日に設立された。 筆頭株主の大倉和地下が初代の取締役社長となり、実務的な運営を行う支配人には百機三郎が選任されている。市場の小さな衛生陶器だけでは経営が困難なため、会社発足時の定款では、事業目的は陶磁器の製造、販売都市、当面は食器などの製造も行うこととした。会社設立時の資本金は100万円。 従業員数は約50名であった。従業員は日本陶器や森村組から転入した月給内市日給制の社員とそれ以外の職工に分けられていた。衛生陶器はろくろや低焼いこみ法を用いて製造され、これに伴って日本陶器の製陶研究所は解散した。衛生陶器の知名度自体が低かったため市場の拡大を目指して、 高所得者や旅館などのユーザー向けに衛星陶器を解説する冊子も制作している。また、日本陶器から技術指導や素材供給などの協力を得て磁気性の食器も作られた。こちらは第一次世界大戦によるヨーロッパの生産能力低下などから海外での需要が大きく、コーヒーカップソーサーなどがアメリカやイギリスに輸出された。輸出は 当初森村商事を通じて行われ、1922年からは東洋陶器が直販するようになった。また、国内販売は人を紹介が担当した。ヨーロッパの戦後復興の需要増に対応するため1919 19年には早くも工場が増築されたが、翌年3月の株式市場の暴落を契機とする強行により、アメリカでは、 国内産業保護のための関税引上げが検討された。これに対処するため、森村財閥では日本陶器がアメリカ市場を一手に担当することを決め、東洋陶器は工場の拡張を一部中止するとともに従業員の10%を解雇している。また、新たな海外の販路を開拓するために定例な高質陶器製食器を開発し、これは東南アジアなどに出荷され、 主力商品として育っていった。前年に決算が黒字に転換したことを受け、累積赤字を処理するため1923年4月には、資本金の75%が減資されている。1923年9月の関東大震災では、東京出張所が焼けたが、住宅の復興に合わせて、衛生陶器や食器の需要が発生し、丸ビルへの衛生陶器の納入などによって、 売り上げが増加した。その後も建築資材の価格低落で耐震、耐火性の鉄骨コンクリート構造の大型ビルの建設が続き、また東京市で下水道の普及が進んだことから衛星陶器の需要は伸び続けた。東洋陶器はこの時期に皇居や那須御用邸、館長、ホテルなど様々な顧客に衛星陶器を販売している。 食器事業では1926年に、硬質磁期製の和食器を製造することに成功するなど、国内市場の売り上げを拡大していった。また、森村財閥内の日東陶器商会の直売店であった11や、商店、稲田商店、政党商会の3店と1924年に新たに契約を交わし、東洋陶器の食器を専門に扱う販売店としている。 海外では1926年に、ジャワ島のスマランに、日本陶器との合弁で特命組合日東洋港を設立資源地の販売代理店としたが、3年後に業績不振で閉鎖した。昭和20年代から、平成初期に長く大量に生産された C75 系フラッシュバルブ吸水用和式弁機、 多目的トイレの開発に際して水薦ボタンの検証1962年、商品部門の集約のため、それまで商品ごとに分別されていたロゴを、食器用と同じ筆記体のトヨトキロゴに統一。1969年、住宅の近代化などにより、本業の衛生陶器、水栓等で十分に稼げるようになったことで、食器生産を終了。また、略称の 東東が浸透したことなどから、現在の東東ロゴの使用を開始。翌1970年、食器事業から完全に撤退し、本業に事業集約することを明確にするため、東東危機株式会社へ称号を変更した。福岡県は、全国的に見ても、滑水の常習地帯の一つとして知られ、1978年に発生した。 福岡大滑水を契機として、福岡市が節水条例を制定したことに対応し、節水型トイレを開発。以後、改良を重ねており、現在は節水型トイレが標準商品となっている。1980年代に発売を開始したシャワー式トイレ、ウォシュレットは大ヒット商品となり、コピーライターに中畑隆を起用したテレビコマーシャルでのキャッチコピー。 お尻だって、洗ってほしい。は、流行語になった。2006年、東東が開発した光触媒技術が、恩師発明賞を受賞した。2007年5月15日に、創立90周年を迎えた。またその際、商法改正で称号に、英文アルファベットを使用できるようになっていたことから、t o 株式会社に商号を変更した。2012年には、初代ウォシュレットが、 機械遺産に認定された。とうとうの創立100周年にあたる2017年までに、家庭の水回りから出る CO2 を50%削減できる商品の提供を目指すキャンペーン、とうとうグリーンチャレンジを行っている。その宣伝企画の一つとして、ミワバイクを改造し、バイオ燃料で走るトイレバイクネオを製作、実際に走らせるキャラバンを行った。シートには、 便器が据えられた一見滑稽なバイクであり、一部で排泄物をそのまま燃料にして走るのかと誤解を招くなど話題になった。環境問題に関心の高いサンプラザ中野くんがこれらの活動に共感し応援ソングトイレバイクネオーを提供した。近年、広範な事業分野において競合するイナックスは、とうとうの創業者である大倉和地下により、 森村財閥のタイル部門会社として1924年に稲製島株式会社として設立された。この森村の同門企業としての両者の関係は長らく競合的共存とも言われ、リナックスがトステムと経営統合する2001年まで続いた。また、テレビ番組大改造劇的ビフォーアフターでは2011年にリナックスリクシルのスポンサー撤退まで 同一業種の競合会社同士では、異例の同一番組への提供を行っていた。しかし、森村グループの歴史から言えば、TOTO が森村グループの日本陶器から分かれて設立された企業であったのに対し、l ナックスはもともと稲毛の個人事業から出発し、法人化に際して森村グループ入りしたという経緯がある。加えて、TOTO の会社設立も、 先述のように1917年とイナックスの法人化より古い。ウォシュレット一体型便器、ネオレスト最新の床下給水和式便器 C755、優勝は20年代から平成初期に長く大量に生産された C75 系フラッシュバルブ給水用和式便器2007年3月16日、古い製品、カタログなどの資料の保存及び、 それらを一般公開するための施設として本社敷地内に東東歴史資料館をオープンした。2015年8月28日、従来の東東歴史資料館を呼び、北九州ショールーム、研修センター、ホールなどを集約し、東東ミュージアムとしてリニューアルオープン。東東ミュージアムの展示スペースは約4倍に、ショールームの展示スペースは約1.4倍となった。 また、新たに、1964年にホテルニューオータニに、納入した、日本初のユニットバスルームも展示されている。北九州国際音楽祭の、第1回からのスポンサーを務め、毎年北九州市に寄付を継続している。日本金主催の、東東カップジュニア英語国際大会に、特別協賛している。スポーツ支援も盛んで、顧問に、大貞春を迎えたり、 スーパー陸上などのイベントに協賛した。最優秀賞に選ばれた選手への副賞をシュレット、目録贈呈プレゼンテーターを、当時とう,とう顧問だった王が務めたこともあった。また社内には1986年に陸上競技部を、総部、現在2014年アジア競技大会女子マラソン、日本代表の早川恵等が所属している。さらに地元で行われる、 選抜女子駅伝北九州大会のメインスポンサーも務めている。他種目では日本プロサッカーリーグ所属にラバンツ北九州のユニフォームスポンサーである。2007年創立90周年を記念し、松戸谷由美ライブツアー、シャングリラに特別協賛した。正式タイトルは、TOTO90th a n n i v e r s ユーミンスペクタクル、シャングリラ3。 とと便器の歌という作者不明の楽曲がある。これは、屋外の活動でうんちに行くのを恥ずかしがったり、体調を崩したりする子供たちのために長年歌い継がれてきたものである。また、とうとう工場内にも歌詞が書かれた窓ガラスがある。2002年に t o t o キッズというウェブサイトを立ち上げた際記念として、同社の社員による歌唱で自主制作し、 CD をプレゼントしたところ反響が大きかった。そして後に、ABEX が共感を持ち、大金工業のキャラクター、ピチョンくんのプロデュースで知られる、西周一郎を、プロデューサー、坂田治を歌い手として2004年4月7日に、CD が発売された。現在でもウェブサイト上で楽曲を聴くことができる。グリーンを増やし、日本を元気にしたい。おテーマに、 スポーツ振興くじと連携したとうとうとととを展開している。このプロモーション映像には元サッカー日本代表の久保達彦が出演している。2015年からはループがジャパンクラシックの主催を水野に代わり当社が務めることになり、また大会名もとうとうジャパンクラシックとして開催されている。ありがとうございます。